今日はあまり目立たない曲を作る。 BGM のスタイルについて解説していくよ。映画やゲームのような芸術作品の中だと強い印象を与えるような BGM もある。でも例えば飲食店とかの店内 BGM や解説動画の後ろで流す BGM のように本題を邪魔しない軽い BGM もあるよね。今日のテーマはその目立たない方の BGM だよ。音楽ジャンル的にはイージーリスニングとかムードミュージックと呼ばれることが多い。でもこのジャンル名をそのまま入れても素のではあまりいい効果にはならないよ。イージーやムードが一般的な単語すぎて BGM 以外の曲調も混ざっちゃうんだよね。だから一般的ではない単語を使った別のスタイルの方が BGM っぽくなる。今日解説するスタイルはチュートリアル、ヒーリング、ラウンジー、それぞれのスタイルがどんな効果なのか、まずはインストとボーカルで聞いてみよう。3種類の BGM スタイルのそれぞれの効果を聞いてもらったよ。チュートリアルは明るく単純な伴奏を作る。音色もリズムもコードも単純になるよ。結果的に初心者が作るような曲になるから、作曲経験者は懐かしい気分になる曲調だね。この曲調はコーポレートミュージックとも呼ぶ。むしろこっちの名称の方が一般的かな。よく企業のプレゼン動画に使われるからコーポレートミュージックと呼ぶみたい。私はこのジャンルの BGM を聞くと交通安全の啓発ビデオを思い出すかな。ちなみにコーポレートも似た効果はあるよ。でもスノではチュートリアルの方が効果が高い。ヒーリングは頭文字大文字にするとピアノソロの伴奏という面白い効果になる。ピアノソロのスタイルはショパンを筆頭に基本的にはメロディーが目立ちやすくなる。ピアノソロだけどメロディーが主張しない。ヒーリングはいろいろな使い道がありそうだね。ちなみに小文字のヒーリングはチルやスローテンポと似た効果があるよ。悪くない効果のスタイルだけどチルと使い分ける意味はあまりなさそう。ラウンジーは軽いジャズ風の曲調になる。おしゃれな空間で流れてそうな BGM だね。ラウンジは1950年代にジャズから派生したラウンジで流れるような BGM のジャンルだよ。ただラウンジをそのままスタイルにすると当時の古い感じの曲調になってしまう。ラウンジーと形容詞にすると現代風になるから、こちらのスタイルの方をおすすめするよ。それじゃ次はこの3種類のスタイルを他の曲調に混ぜて聞いてみるけど、今回はボーカルではなくインストにするよ。 BGM がテーマだからその方がいいと思う。混ぜるスタイルはことディープハウス、メランコリックにしたよ。
BGM のスタイルと他の曲調が混ざった時の変化を聞いてもらったよ。今回は普段の動画とは違ってボーカル曲ではなくインストの話をしたけど、今回はテーマが BGM だったからね。次回以降はまたボーカル曲の話をしていくよ。スノの一番の魅力は日本語ボーカル曲。私個人はそう思っているから、今後解説していく予定のスタイルもボーカル曲で使えるものを優先的に紹介するよ。でもインストの需要も少なくないだろうし、時々はインストもテーマにしていこうかな。それじゃ、またね。